そう、でも本番迎えて、やっぱ稽古期間ってすごいね、あれなんだよね、すごい辛いっていうか、しんどかった。でも本番はすごく楽しかったです。私のファンの方見に来てくれてんのかな。がさ、うちわとかないからさ、ダメじゃん、うちわとかから分かんないんだけど、あでも素敵だったよーって、すごく良かったよー、何から話そうか。そう、大学も卒業したんですよ。4年生大学通っててね、両立ずっとしてたんですけど、まあなんか知ってる人もいたから、まあこれ言っていいのかなと思ったけど、なんかあんま言っちゃいけない風潮みたいなのがあるじゃん。だから私はあんま言わなかったけど、メールではなんか勉強、なんか授業がみたいなことは書いてた。でももうほんと単位をちゃんと取れて、こんな私でも。で卒業しました。そう、偉いでしょ。でも1、2年の時はすごく慣れなくてね、両立。高校の時よりすごく大変で、もうどっちかをやめようとしたの。大学やめるかアイドルやめるかっていう選択で迷ったけど、でも自分がやろうと思ったことだから、すぐやめたら絶対後悔するなと思って、やめずに来て、まあ卒業して大学をやってよかったなって、両方大変だったけど両立してよかったなと思った。でもその反面、どっちかにしなかった反面、やっぱりなんか、ね、おろそかになっちゃうこととかがあって、お仕事も勉強も、そこではすごく大変だったけど、でも卒業できたことはすごく良かったから、一つね、こう身が降りたじゃないけど、なんか大変だったものが一つクリアしたから、そう、エイトに捧げようと思います。 これからは 大学もないから。そう、あとはあとは何の話だろうな。これからは AKB 一本もちろんだよ。大学行ってたの今知った。本当に？チョコクロくんの話はもう実家に帰ってないのでわからないです。 でも動画は送られてくるよ。あ、舞台の話ですね。舞台はアンサンブル役をやらせていただいてて、まあ役名ないんですけど、私はでも花組、生徒や花組の生徒役をやったり、七瀬とあやねとなぎちゃんと一緒になって、生徒役をちょっとやったり、教室のシーンとか。もう生徒役はあんまりないかな。あとはなるちゃん率いるよこちゃんとか、マリアゆうかりんっていう、なんかちょっと難民っていうのかな、の鬼チームっていうとこに結構いることが多いです。で、あとは、あ、お母さん役、リリーのお母さん役、あれは一番ね、一番苦戦しました。正直私でいいのかなって思っちゃう時もあって、すごく悩んだんだけど、でも
任せられたかにはなんか絶対やり遂げたいなと思って、なんかいろいろすごい考えて、お母さん役ってお母さんになったことないからすごく分からなくて、でもすごく あれってその後のリリーのセリフとかシーンがすごくなんか、そのお母さんがいたからなんか私は頑張るみたいなシーンだから、すごく大事なとこだから、すごくねどういう感じでやればいいんだろうとかすごく悩み悩みで、この1ヶ月ずっと練習してて、で自分の、まあ、お母さん役やったことないから、なんか自分のお母さんと話してみてそれで知ることもあるだろうなと思って、あの急遽実家に帰ってお母さんといろいろ話したっていうのも あるんですよ。でそれでなんかこうお母さんの愛情とか、私もすごく稽古が大変でちょっと心が沈んじゃってて、その時にお母さん、自分本当のねママに会ったから、それでなんかお母さんの優しさっていうのをこう感じて、それを演技に出せたらいいなと思って、出したらなんかその最初の頃より演技がやりやすくなって、だから本当に感謝してます、お母さんには、自分のお母さんにそう、お母さん役をお母さんに教わりました、あの簡単に言うと今日はメンチ会ありがとう、コテンパンに、あ、え、メンチ合戦した人だ、嬉しい、楽しかったね、笑ってましたよね、私負けたかったぞ、嬉しい、ありがとう。ママ役、明日見に来る方もいるっぽいので、ちょっとお母さん役最後の方ですね、でもお母さん役をやった後にすぐ1分30秒1分後ぐらいに鬼役でゲストを連れてくるシーンがあるんですよ、私が連れてきて、おいてめえ入れやって急に急になんかあの違う役になるんで、そこも見どころですそう、今日はトムさんに、先輩におい入れって言いました、明日も頑張ります。あの辺場面展開が激しいね、ね、そこに注目して、なんかアンサンブル役ね、あの着替えがすごいんですよね、さっきの優しいママどこってなる、それがね見せどころよ最初はあの襟を咲かせるかの曲の時はあの鬼役で出てるんですけど、その後の、その後また花組着替えて教室のシーンやって、また鬼着替えて、お母さん役やって鬼着替えて、で最後のあの、まあ、見てない人分かんないかな、見た人と共感したいんだけど、スクラップ&ビルドの時もまだ鬼で、その後にまたみんな集合してあの最後のシーンがあるんだけど、それまでにもう一回制服着替えるんですよ、位置の関係で、うん、あのね着替え、私は結構緊張してるのは毎回の舞台で、あの着替え間に合うかなってことないんだよね、演技はなんかもう、まあ、セリフはさそんなないし、出る時にもう真っ白な状態でなんかね、その役に入り込めばいいんだけど、着替えが間に合うかっていうのがすごく不安なのいつもみんなはいつ見に来ますか？
いろんな役やってるから常にどこにいるかな。お母さん役は私です。そう、千秋楽はね、配信あるみたいですよ。ね、リリーにボコられてるし、ちょっと聞いてほしいのがね、土曜日の夜だって、3日夜、土日に行くよ、金曜日行きます、さっき見てきた、嬉しい、明日の昼、嬉しい、明日嬉しい。そう、リリーのお母さん役の時に、お母さんの服着てるんですよ。でリハーサルがあって、なんか着替えとりあえず着替えないでリハーサルって感じだったんで、リリーのお母さん役のまま、いろんなシーンのリハをしてたのね。でまあいろんな役で出るからリリーのお母さん役の服を着ながら、なんか鬼のシーンのリハやってて、めっちゃみんなに笑われましたし、私もなんか面白くなっちゃってお母さんの格好してんのにリリーに3発殴られて、おりゃーとか言ってリリー殴りかかろうとするっていう超やばいお母さん。しかもさ、お母さんのセリフでさ、でも怒っちゃダメっていうのがあるの。でも怒っちゃダメだよリリーって、怒りと憎しみは何も生まないものっていうセリフがあるんだけど、いやもうお母さんからもう怒っちゃってるし、怒りお母さんから生まれちゃってんじゃんっていうそのリハの時思った。いろんな役やってるから、リリーのお母さん役のさ服着ながらさリハーサルしてて、ちょうど鬼のシーンでリリーにバン殴られて、最後も私もバンって殴ったりして、なんかやべえお母さんだって思いながら見てたねマジそのリハみんな爆笑しててそう、まあいろいろお話はあるんですけども、明日も2公演なのでちょっと、お風呂入って寝ようかなと。早い？明日もする。やっと落ち着いて、自分の心が心が落ち着いて、そう、なんかすごくね、すごく稽古の時いろいろ考えてしまって、ショールームどころじゃなかったのよ。でもやっと本番迎えて落ち着いて、ヒダイアバターだよ、嬉しい。でもなんかショールームマジでしなさすぎて、てかこの1ヶ月ほんと早すぎて、気づいたらショールーム今月マジで1回もしてないと思ってそうで、昨日やろうとしたらちょうどね、あれだよ、できなくて。てか何これ、私のアバターなの？どういうの？かわいい、嬉しい、ほんとだ、嬉しいです。じゃあ皆さん、なんかクマちゃん来てる、誰だろう、クマちゃん、これは何、タワーですか？ヒロカンブリさん、ありがとう。これはタワーなのかな。